ティークのユミです。今日はちょっと買い付けが終わったので、ちょっとバンコク市内のちょっとおしゃれなスポットを今日は、開拓していこうかと思います。まず最初に、僕たちが来たのはここ、スクンビットの、トンロー地区という場所ですね。ここは日本地区街とも言って、結構好感度なお店が非常に集まっている、地域ですね。まあ、日本でいうところの中目黒代官山とかにも比喩されるようなぐらいおしゃれなところだと思います。でまずちょっと僕とケンちゃんって、お腹空いてるので、とりあえず腹ごしらえということで、ここ、ザ・コモンズと呼ばれる、商業施設のような感じですかね。いろいろ中にお店が入っています。それでは中を見ていきましょう。まあそうだね、ここもここでエッグマイガーラーメンも、おーラーメン、1階はフードコートみたいな感じになる。どれもうまそうだね。で外がこんな感じですね。結構面白い作りをしています。なんかおしゃれな若者がすごいいる感じで、ああ確かに代官山とか近い感じ。こんな感じでちょっといい感じの雑貨とかも置いてますね。ノートとかコップとか、マグカップで1500円ぐらい。ああはいはい、1500円ぐらい。まあ日本と結構ここら辺は物価があんま変わらないんですよね。コーヒーとかも普通に確か1杯500円とかで飲む感じですかね、こういうのと。まあ、仕事をされてる方もいっぱいいます。結構ご飯屋が集まっている商業施設です。1500円ぐらい。植木鉢みたいな。中でも一応ドライフラワーとか。はい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 。それを刺す感じね。なんかちょっと数は少なそう。まだまだ奥いろいろあるので行ってみましょう。以前確かここの区画にヴィンテージショップあったと思ったんですけど。なんか飲食店に多分改築されてますね。ちょっと悲しい。バンコクもバンコクで結構移り変わりが激しいみたいです。こっちも行ってみましょう。いいね。これもうまそうですね。どれも安そうです。バンジョーバーベキュー、ここバーです。上からの景色はこんな感じですね。
いやかなり綺麗です。本当にまさかここがバンコクだなんて思えないぐらい、タイだなんて思えないぐらいもう好感度ですよね。素晴らしい、非常に面白い動線の作り方をしていると思います。いや結構僕はここからの景色が好きなんですよね。もう本当に見る限り高級マンションが立ち並ぶような地域になってます。まあ港区って感じもなんかしますね。綺麗だな港区。やっぱり緑が多いのが、ね、タイっぽさでもあるから。確かに確かに、この東京とは全然違う面白さがありますよね。最上階、最上階4階ですね。ここ4階は1階丸ごと全部ザ・ローストというこちらのお店ですねのレストランの、スペースになっています。すごい面白い作りをしています。中の、レストランルームがあって、でそんで、それで外で食べられるようなスペースもあります。まあこれは一年中暑いタイならではの、まあ、やり方なのかなと思います。こんだけ広く外の席を使っているのはすごい面白いですよね。結構登りましたね。高いね。入りました。手でいい感じですね。火でかなり楽しみですね。僕が注文したのは、カルボナーラのタリアテッレですね。タリアテッレはあのスパゲティの、ヒラメンというメニューになってます。めちゃくちゃうまそう。ちょっとこのサラダ、ケンちゃんはパンもぐもぐ腹減った。というわけで、ケンちゃん、まずザコモンズでランチをしましたね。まあな、まあ、パスタを食べちゃったんですけど、まあ、でもバンコク行ったら、ね、あの普通タイ料理食べるんじゃないのって思われる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、もちろん、まあ、ほぼ毎日タイ料理は食べてます。だけど、まあ、そういったものを動画にしても、まあ、結構そういったあのタイの旅行とかバンコクの旅行とかでタイ料理を受けてらっしゃる方多分多くいると思うので、まあ、そういったのって、まあ、他の方のを見ても多分詳しいだろうし、まあ、あの動画の編集もなんていう方が多いと思うので、そっち見ていただいた方がいいと思います。まあ、僕たちは僕たちなりの見る視点でバンコクを、まあ、切り取っていきたいと思うので、まあ、あえてスパゲッティというものから入って、まあ、バンコクなのになんかこういったものもあるんだよという形であの紹介してみました。で次はあのレコードショップに行ってみたいと思います。次はここ、タイのタイファンクと呼ばれるムーライ呼ばれる、あの本当にあんまり聞き慣れたことのない方も多い、音楽としても名前としてもそういったレコードを非常に集めていたりとか、あとスタジオラムっていうすぐそっちにあるあのバーとかも運営したりとか、でそこであのレコードを持ってたりとかとか、まあ、レコードっていうのはその物じゃなくてそのレコード会社ですね。であのタイの忘れかけられていたミュージックたちを新しいニューグループとして作り上げているという、なかなか面白い活動をしているお店がこちら、ドランドなお店です。かなりここはレコードの、まあ、選ぶセンスしかり、あともうセンスって言っても僕たちが分かるのはアフリカのアフリカミュージックとかディスコとか、あと日本の音楽もちょっとあったりとか、そういったものぐらいで、ほとんどあのタイの音楽で全部聞いたことがない、面白いビートだったりとか結構見つけられるような LP 屋さんだと思います。なんか海外の DJ の方々とかもあのまあ、バンコクで DJ するときは必ずここに立ち寄るってくらい名店です。ぜひぜひ見てみましょう。レコードばかり、どの流れの音楽も素晴らしいんですよね。これ超楽しい。今もあの欧米の方々も来てますね。